3月5日、今日はまさしとお笑いライブを見に行った。U字工事、響き、三拍子、ナイツ、加納栄子、舞子亮、サンドウィッチマンという有名な人たちばかりで終始笑いっぱなしだった。ああ、やっぱりこの人たちはプロなんだなぁ、と思った。普段テレビで見るのとは違う感じがして、客いじりや話のテンポ、盛り上げ方が本当にうまかった。自分もこの世界に入るということは、あの人たちみたいにできないとダメなんだよな。ネタはもちろんだけど、その場での応用力をつけないとダメだと思った。ライブが終わってから、サンドウィッチマンのサイン&握手会があった。間近で見る二人に感動した。DVD 買ったから早く見たいな。今日は本当勉強になった。今日の話はここまで。続きはまた明日。え、NG かよって決めた後にお笑い初めて見た。初めて見た。すごいな。生のお笑いね。生で。ああ、でも生ってでもそうか。来ないから普段。いや、そうだよね。当時のそのメンバーすごいんじゃない？もう。すごい。ひびきさんとかね。ゆうしこじさん。レッドカーペット。そうだね。あ、違うか。まだ縁、いや、そうだ。そんぐらいか。そんなぐらい。そんぐらいだね。すごい。名だたる。舞子。舞子さんが入ってる。すごいね、舞子亮さん。来たんだ。ナイツさんも。うん。しかも、むちゃくちゃ、北海道の営業みたいな感じで来てるってことでしょ？そうだね。いろんな事務所から来てる。なんか、バラバラだよ。漫才協会、マセキ、いろいろ。すごいな、俺、サンドウィッチマンさんとサインもらって握手したんだ。え？ね、DVD も買ったやつ。DVD も買って。へぇ。サンドさん。なんか、覚えてないの？覚えてない。なんか。俺ね、これ覚えてないんだよね。えぇ？そんな遠くないじゃんね。言うほど。ま、でも、確かに1話から、その記憶力に関しては振ってるから。そうそうそう。あの、だから。ないっていう。安倍ちゃんが伊藤先生にキレられたのは今すごい鮮明に覚えてる。あれだけは覚えてんだけど。そうですね。うん。クソってなんだぐちゃぐちゃちょっとな。びっくりしたけど。サンドさんは覚えてなかったな。でも勉強になったらしい。うん。お笑いを生で見て。あそこと同じようにやらなきゃいけないんだよなっていう。でもその今までは今日は面白かったって、やっぱ目指すって。ちょっと今日は勉強になった。勉強しながら、客いじりとかね。すごい。こんな。成長してるわ。やっぱ一からだね、全部。すごい。一から。一歩目がすごい。お笑い、その、好きは好きだったけど、別に詳しくもないし、勉強しようと思ってなかったから。すごいね。やっぱ、だいぶ、マイケル・ジャクソン好きだから、絶対、マイコーさん見に行ってんの。マイコーさん出るね。出るかサンドさんとかじゃなくて。多分そうなの。マイケル・ジャクソンになりたくない。そうだな。ミスチャー、その、MJ ね。MJ。すげえな。次回の戦いなの。次回の戦いは、おー！あれ？この日だ。この日ですね。ほうほう。うん。楽しみ。ネクスト高いぞフレーズもらっていい？ネクスト高いぞフレーズ。次だって、6日6日かな。続けてたら。ネクスト高いダイヤリーフレーズ。みんなといる時間はとても楽しかった。おー。解散ライブ？なんだろう。あ、あるよ。そうだ、本番当てちゃった。かもしれない。うん、ちょっと楽しみ。楽しみ。